はい、始まりました。猫自社ショールーム5の部屋。本日のゲストはどなたですかあ、石学流です。よろしくお願いします。お願いします。はい。よく出てくれましたね。あ、いや。あ、ぼ、どなたですか僕の音が出ちゃってます。すいません。よろしくお願いします。お願いします。はい。よく出てくれましたね。あ、いや。あ、ぼ、はい、すいません。はい。大丈夫です。 本当とよく出てくれましたねこの番組にいやなんか吉田さんにちょっと興味があってああありがとうございます、はいまああ今まで何気に石井監督の話はよく出てるんですよそれは全然知りませんでしたそいうこそ、まあ、ギターウルフの誠司さんをはじめ、うん、トーステンの益子さんの時もそうだし芸人の長野さんが相当熱かったりとかあ,なおうあ,ありがたいですねそうなんですよいろんな人の人生を変えたのは間違いない どう申し訳ない。<laughs> 申し訳ない、あのー。間違いなく僕も人生変えられた一人です。申し訳ないです <laughs> <laughs> まあ、あのー、初期作品に影響を受けたのは当然なんですけど、僕、あれなんですよあの、家が離婚してるんですけど、はいあのー、離婚前に家族で最後に見た映画が、あの逆噴射家族なんですよ。あ 素晴らしいですね素晴らしい経験しましたね。<laughs> <え>家族4人で見に行って、すごい微妙な空気になって。<laughs> <laughs> いや、あの、はい、再生の話なんで、はい。はいあまあ、一応ね、夫婦がは、はいあね、家族が派手な殺し合いをするけれども、最終的にはなんとかね、前向きなという、はい、はい、そういう話なので、<laughs> はい、それぐらい,え、あのーい、いろいろと聞いていきたいと思うんですけれども。 もともとあれですよね、監督は音楽やられてた人なわけですよね。いやあの、音楽やりたかったんですけど、うん、全くもう自分に才能がないっていうことで、完全に挫折して、うん、でたまたまそのときに、8ミリ映画って言いますかね、そういう、うんあ、これ使ったらなんか自分にもできるんじゃないかって勝手に思い上がってしまって、それでいっ、うん、は音楽の道はやっぱり。 諦めたんですけどねえ高校時代やってた音楽ってどんな感じだったんですかいやキャロルとかね。あ<ー>うん、だけど、あのーうん、最初はやっぱり当時はすごいハードロック前世で、うんあのー、ギターやりたくてもやっぱちゃんと弾けないとガンガン聴かないと、うんあのー、仲間に入れてもらえないっていう感じだったんで、うん、あの時パンクがあったらまだなんか。 うん、つつちょっっっとやったかもしれないっていてう感じですよねあのパンクとか、D、DJ とかいわゆるその楽器の演奏の技術よりもパッションとか、うん、アイディアっていうことが勝負だっていうのが、うん、楽器弾けなくてもなんかこういける初期衝動でいけるみたいなのがあればね、うんあのー、やってたんじゃないかと思うんですけど、はいね、偶然本当ギター叩いて血を牧チ散ラシ不協和音を鳴らしみたいな。 パンクに近いことはやってはいたっていう。そうなんで、それもただただ自分ではバカだっていうか、気がついたらそのちまみれになってるってだけだ。ただ下手だっていうか、それが音楽なんて全然自分でも思ってなかったし、あの他の人もね、あのただバカっていう感じだったんで、はい。ちょうど挫折したんです。ちょうどパンクの直前だったわけですよね、時代的には。そうですね、まさにそうですね。あの。 みんな大体同じ年なんで、ジョニー・ロットンとか。はいはいはい。はい、で、偶然そうやってえ映画だったら表現できるんじゃないかと思って、映画が初めて、パンクと重なっていくわけですかね。うんあのー、昔からね、とにかく、なんかやりたいっていう、うん、こう表現したいっていう欲求はすごかったんですけど、何にもできなくて。うん 絵を描いても全然ダメだし文章も書けないしで音楽は下手っていうかもうだからすごい本当コンプレックスの塊というかねなんか今何もできないっていうだけどこう表現したいものだけあるっていうのがねあってそのようやくだから映画だひょっとしたらこれが自分にできるんじゃないかみたいなことがね まあまあそれも思い上がりだったと思思いいます、うん、<laughs> 思い上がりじゃないですよ。すぐやってるじゃないですか。しがみついうだってそれで上京して日芸に入ってすぐだって作品作ってるわけじゃないですか。いやもうそのやりたい気持ちはずっとあったんで、うん、高校の時から高校の時から8ミリカメラって本当あったんですけど、うん、ちょっとやっぱ高い、うん、僕らが買えるようなあの値段ではなかったので。うん 内容が入ってから、まあ、なんとかあの使い出したって感じですね。だって、いきなりそれで、まず作ったのが、高校大パニックなわけですよね。そうですね、まあ、あの仲間たちっていうか、あのうん、友人たちと、まあうん、機材もみんなで揃えたりとか、仲間っても2、3人だったかな、うん、非常に少ない人たちですけど、まあ、それにプラス、うんうん、高校の同級生とかが、うん、あの協力してくれて。 うん、まあなんとか、まあ、もう今の,その、今のこのインディーズの人とか、うん、みんな上手ですけど、うん、私は本当めちゃくちゃだったんで、いやもう本当によく映ってるかどうかさえ分かんなかったですよね、まね最初は <laughs>、まあ本当に相当手探りでやったはずなのに、いきなりそれで評価されちゃうわけじゃないですか。うん 偶然だと思いますけどね、今よかったのか。もうだってコメント欄に数学できんのなんで悪いとかとかね、今普通に並んでますからね、何で悪いとやとか、それぐらい本当になんだろうな、流行語になるレベルで、リメイクされて、気持ちは本当でしたよね、いわゆるなんかおかしいんじゃないかっていう本音だったし、 劇場でやってない映画は自分たちで作るっていう、うん、ないからこそ作るっていうそのスピリットとか、うん、あと映画は本当山ほど見てたんで、うん、なんかど,どういうふうに作ればいいかっていうのをなんとなくその自分では分かってたんで、うんうん、それを真似しただけですけどねいやのよいきなりそのデビュー作というか最初に作った8ミリが商業映画として作り直されて いろんな漫画でパロディーされるぐらいに、とりあえず話題にはなったわけじゃないですか。うん、うん全然自分ではなんかよくわかんないんですけどね。あのうるせえやつらとかで読んだ記憶ありましたよ、よ当時。あ、そうですか。<laughs> うん、あのトヨグ、うん、作ることに必死だったんで、それとバイトしたりとか、あの他の,、うん、あの友達の映画手伝ったりとか、うん、あのなんか、まだまだだっていう気持ちがすごく強くて。うん こうとにかく一本でもなんか面白いものを作んなきゃっていうね、うん、周りのことがほとんどもうこういう状態っていうか、うん、見えてなかったですよね客観的にでもそのリメイクというかね共同監督したこと自体はちょっと不本意だった感じなんですか高校大パニックああの日活に誘われて、えー、あれはだからまあ本当はもちろん自分で、ねうん、やりたかったんですけどただもうその、うん 21歳かなん時、oh. 完全にその思い上がってましたから、<laughs> 自分がやればもう何もできるんだみたいな、そう uh. とんでもない、何の根拠もない、あの uh. 思い上がった自信だけはあったんですけど、uh. まあそういうね、こう映画のこう、プロの映画の作り方を知らない、単なる、uh. まあ、チンピラというか、若造にね、<laughs> uh. やっ任せてくれるほど、商業映画は甘くないので。Uh. プロの監督とと一緒にっていうことでねそれでもマイナスにはならないだろうと思ったので、うん、なんか必死にそのプラスになるようにと思ったんですけど、えー、まあ結構やっぱり屈辱な、はい、<ー>経験をして,、はい、だって70年代の日活だったら多分もう、ね、その後経験した映画界よりも厳しかったぐらいなのかなって気もしますけど監督さんはね一緒にやった監督 さんはすごく優しい方だからあの会社の方も一緒にってことになったと思うんですけど、うん、でスタッフにも面白い人はいたんですけども、うん、その後知り合いの監督さんとかもいたんですけど、うん、あのその関わってる人たちはやっぱり会社がね、うん、あの自分たちの生活も関わってるし、うん、会社にいるって誇りもあるし、うん、こんなもうど素人りおというか、うん、あの何も知らない若者に。 何ができるんだっていう非常にあの、うん、冷たい <laughs>、はい、地面そかの状態で、うんはい、でもはなんとかこれを今に見てろっていう、うん、どうしても <laughs> あの盗めるところは盗めたいっていうかプラスちょっとでもねあの自分がいることで映画が面白くなるんだったなっていう、うん、そういう思いでね、うん、はい、まあ、あのすごく いい経験、反面教師になったのかな。あまあでも、その場就業映画作る上では役に立つ経験だったわけですよね。あの日大の技術学部で、映画のことは勉強してましたんで、監督さん一緒にやった監督さんとか、いろいろセットとロケのつなぎ方みたいな、うん、そのプロフェッショナルなことを教えようとしてくれてたんですけど、うんうん、知ってましたんで、それ。うん あのバイトもよく行ってたんで、映画の現場のスタ,スタジオマンって言って、うん、一番最初にスタジオに入って、木、うん、拾いとか、うん、ゴミ掃除するとか、うん、そういうこともやってて、うん、その後あのじっとその現場がどういう動いてるかとかと見てたりしてたんで、うん、あのどういうふうになってるかはででで知ってたんですけど。うん やっぱ実際ね、自分たちでやるのと見るのは全然違うので、うん。ね、やっぱ、なるべく自分たちでコントロールして、自分たちで作っていきたいっていうスイッチも入る感じですかね。だからまさにそうですね、だからこの、うんあ、ここは自分の居場所じゃないなっていうふうに思ったので、うん、は自分たちが作りたいものは、自分たちで、うん、あの生み出さなきゃっていう思いがものすごく強くなって。うん でそれから出るからまあやろうっていう、うん、ことでまあむむちゃ、むちゃな方向に走った無茶 <laughs> むちゃな方向。うん、ま,まあ、続く博多グレンタイム評価されて、ね、えにそ大学の卒業政策で、栗崎サンダーロードを作るに至るという。そうですね。はいうん、まず、あれが卒業政策ってことがとんでもないと思うんですよ。卒業政策として認められませんでしたね。 長すぎたんでしたっけ？規 <laughs> <laughs> 定は四十五分だったので、え、百分ぐらいありますからね <laughs>、えー。え、なんで卒業政策が今までこんなに他人の人生に影響を与え続けてるのかって話ですよ。あのプラスその、うん、いわゆる当時よく通ってたあの上田東映という名画のシニア人とかも協力、うん、してくれて。 たくさんの人が協力してくれて、それでまあ卒業制作とはいえ、小林明治さんとかね、いろんなプロの南女浩二さんも出てくれてますし、泉谷茂さんはなぜか八味の高校大パニックの時から知り合いだったんですけど、泉谷さんが作品見せてくれって言ってきてくれたそそうう最初に、なんかテレビの 11pm かなんかで作品が紹介されたのかな。 直接あって、うん、すごいですよね、あの,うん、あの、タランティーノ監督なんかもそうなんですけど、うん、8名の高校やっぱ、ね、見せてくれっていう、そ,その2人ですかね、<laughs> なんかプロの監督でああ、オリジナルがどうしても見たいっていう、<laughs> なんかね、すごい、すごいなと思いますその行動力っていうか、えーうん、そういうものに対する愛情の深さっていうのかな。泉谷さんがそこからの関わり方がやっぱり異常ですもんね。 あのの時は泉谷さん、かなりやっぱりロックでぶっ飛んでる人で、なんかとれあやりたかったんでしょうね、あのうん、自分もすごいあの憧れの人だったし、うん、当然アルバムとかかいてましたから完全にだって石井さんに共鳴してる感じがあったじゃないですか、自分でも、ね、監督して、あの家破壊したりとか。 スパウダーですねむちゃくちゃやってましたからね泉谷さんあの時期はいあの絵がねまたねすごくて泉谷さんの絵が面白かったんでそれちょっとやっぱり美術で描いてくれっていうのはお願いしてもう本当にスプレースプレー缶だけですよスプレー缶の黒と銀でガーってこういろいろやってそういうやっぱり精神をうん 学びまししたねクリエイターとてのだってもともとコムとかで書いた、ね、漫画家の人ですからね。何かをやっぱり新しいものを生み出そうっていう、うん、そういう精神がねすごかったです。うん、あの僕も本当に人生作業された映画で何回見たかわからないんですけど。あの なんであんな作品になったんですか <laughs> サンダーロードですか？うん。なんかその思いですよね。なん,かなんかおかしいんじゃないかっていう。うん。それとまあ自分のこううん言葉にできない何かうん衝動っていうのかな。うん。うん、うん、それを映画で表現したいっていううん思いが。 あまりに止まってたんでしょうね。うん。まあ暴走族の、あのバイクっていうこともありましたし。うん。あの、ある思いを貫くっていうことの、なんかこう。うん。それに対する、自分なりの思いっていうのもあったし。うん。まあ、まあいろんなものが、重なって、あの時、まあ。うん、ピュア百パーセントですねああ。最高の初期衝動ですよね。 うんまあ、大体毎回そうなんですけど、私あの,そのそれを作ってるときはそれしか見えてないっていうか、だから、振り返ってもよくわかんないんですけどね、なんであれができたのかとか、どうやって撮ったのかとか、その時どういう気持ちだったのかっていうのが、なんかほとんど覚えてないっていうのかね、ただその時はもう,こう完全に入りきってますよね。 その,映画そのものになってるっていうか、うん、カメレオンみたいな感じだなと思いますけどね。よく小林さん、これ引き受けてくれたなと思いますよね。いや、素晴らしいんですよ、本当に。うん、あのかっこよかったですよ、台本持ってて、って、うん、東映の多分会社であったんだと思いますけど、うん、こう渡して出てほしいんですって言ったら、うん。なんか見ないで分かりましたみたいな。 うん、映画の中のワンシーンみたいな、あ<ー>えー、もう恐縮して、うん、映画の撮影の時も、もうこっちがね、完全にスタッフも少ないし、うん、不,備不備だったんですけどね、いろいろ、うんあの、自分でいろいろ手伝ってくれたりとか、うん、こんな申し訳なかったです。もうあのはい,もうい、うん 一生感謝してます、はい、コメントでもいくつか来てるんですけどあれはマットマックスを見た前だったのか後だったのかみたいなあれはねいや後じゃないんですよ、うん、撮ってる完成する撮影が終わる頃に何か、ねうん、こういうの撮ってるっていうなんか、うん、あの来てそれで<ー>なんかこれはすごい似てるぞ、うん、みたいな、うん、で泉谷さんもその、うん、すごく気になって うん、あのー、ポスターのイラストとか結構に似てたりするんですけどああはい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 あのーうん、反省する前には見てないですね、うんうん、ただなんかあその時思ったのは、うんあのー、世界のいろんな発明もそうなんですけど世界にはその同,じことへの同じようなことを考えてる人間が2人いるっていう、うん、あのー 電話のベルトもう一人とか北極点とかに到達するときに同時にやっぱり行動してたとか映画もあのエジソンアメリカのエジソンと、うん、あのフランスのリュメール兄弟っていうまあエ,エニソンの発明をリュメール兄弟が改造したんですけども、うんうん、なんか世界でなんか同じようなことを考えた人いるんだなっていうことはその時すごく感じましたね。うん、うん まあちょっとおこがましいですけどいやいや、全然全然。いや、<laughs> こっちもそ, <laughs> そうですよ。<laughs> 間違いなく <laughs>。そうですよね。あの北野武さんも、ね、ベスト10に挙げてれましたよね。ああ、ありがたいですね。このときには手応えとかあったんですか卒生がそれぐらいの話題になっていくっていう。いや、あのー、 話題になるっていうよりも、うん、こう、出来上がる瞬間、ちょっと前ぐらいに、うん、こう、なんかあの、野球で言うと、うん、マシーンに当たってるっていうのかな、あのあ<ー>いわゆる球が。うん、それはすごく感じました。うん、あの、最後、まあ、すっごく大変だったんですけど、ずっと、撮影も編集も仕上げも、出来上がるぐらいに、これはなんかこう、 まあ、いわゆる来てるっていうか、<ー>自分の中でものすごいこう来てるっていう意味があって、それとても大事なことだと思うんですけど、うんうん、だこれはあの喜んでもらえるんじゃないかなっていうふうには思ってましたけどね。ただ、うん、もう、それもその、そうなる前までは、うん、出来上がるかどうかも分からなかったんで、うん、もう次から次に困難がいろいろあって。<laughs> 大変だったみたいですね。<laughs> めちゃくちゃ大変でしたね、うん。え、あの、助監督の方が殺人以外のことはすべてやったって言ってるって、これは本当なんですかいやー、大げさだと思います。た <laughs> だ、その、ま、尾形明監督、えー、今監督ですけど、えーのまあ、ほとんど一人で全部やってたので、うん、そのカメラマンと照明マンと、うんうん、あとメークさん言いましたけど。えー それと、まあ、あの手伝いでマシンを整備してくれた人たちもいましたけど、うんうん、彼がそのほとんど全部やってくれてたんで、私もなんかもう舞い上がっててこう、すべてこう命令してましたし、彼、うんうん、は大変だったと思いますね。<laughs> うん、<laughs> なるほど。まあ、まあ、結構な無茶はやらせてたってことなんですかね。 そうです、ねまあ、ちょっと今はできないと思いますね。うん,うん。あの、爆裂都市とかもそうですけど、うん、まあ作れないです。でしょうね。うん、え、ちなみに卒業はできたんですかいや、してないです。卒生作ったのに。<laughs> 卒生作ったのに、うん、認められなくて。英語とかね、いろんな単位を取ってなかったので、うん、あの体育とか。うんうん その,その次がシャッフルですかね。そうです。大友克弘さんの短編漫画を無許可で原作とする作品。その頃全く著作権に対する知識がなかったんで、大友さんは当然それは言わなきゃだめだってのは分かってたんですけど、えーあのー、もう勢いで作っちゃって、うん、サンダーロードで少しお金が入ったもんですから、うん もうまあ、みんなさんにわずかですけど、お、うん、分けして、少し余ったんで、うん、でも映画作っちゃえっていうことで、うん、勢いで作ったんですよ、本当に。うん、で、作ってしまってから、ちょっとやっぱり、うん、きちんと挨拶しなきゃということで、映写機そのまま持ってですね、1>, <laughs> 1回16ミリの,、えー、あの仕事部屋に行かせていただいて、<ー>お見せして。 うん、ドキドキしましたけど、まあしょうがないだろうみたいな。うんはいうん、自己承諾でよしとなって。うん、ありえないですけどね。はい、え、うんあの、サントラムも無許可で外国の曲使ってたっていうのは、何何使ってたんですか、これ。えっと、ストラングラーズとか、あもうあの好きな曲を結構かけてたんで、片っ端ら で、さすがに、あの、公開にね、あの、当時、シネマプラセットっていう、鈴木誠然の坪稲荷店っていうのを、上映した新田玄次さんなんですけど、そことか、あと ATG で、あの、10階のモスキートっていう、はいはい、蔡陽一さんのよい一監督の蔡陽一さんの。 平するっっててことになって、うん、劇場でやるにあたっては、ちゃんとこの著作権のある音楽にしないといけないということで、うん、まあ急遽、うん、あの、ルスターズのメンバーとかに手伝ってもらって、うんうんね、撮り直してその分を。本当、うん、とりあえず勢いで作っちゃう感じなんですね。<laughs> そうですね。あっ、でシッフ ヒカシューにもやってもらったんですね。うん、す,すごいいい音楽でしたけどね。そのプラス、うん、いわゆるイギリスのニューウェーブを使ってたんです。うん、その知識は全くやっぱなくて、うんあのー、今はね、とんでもないですけど、うん。著作権とか考えることもなくっていう、うん。<laughs> その1曲分払ったら、うん、シャッフルとか3本ぐらいできちゃいますよね。 とんでもない楽らしいですよね。うん、とんでもない楽です。よく使うのって洋楽とか特に。洋楽あ日本の映画でも、うんあ、日本の音楽でも高いのはすごく高いですけどね。泉谷さんとかパンタさんとか使うのとは全然わけが違うっていう。あれはあのー、東映で配給になったので、うん、東映の,その宣伝費として、かなりの金額を払ってるんですね。うん、へえ。その時に。 <で>うん、そうそうこ、今回初めて私知ったんですけど、うん、その海外で今までサンダーロードって、ブルーレイとか DVD 出せなかったんですけど、はいはい、それはその音楽の著作権の問題があったっていう、<ー>初めて聞きましたね。うん、今回、ちょっと前にイギリスで初めて出たんですけど、それをきちんと処理してっていうことなんですね。 この時にザ・モッツも最初のレコーディングしてるわけですよねあの、そうですね、あの、クラッシュみたいな音を出す人っていうのを探してたたまたま福岡の飲み屋で、マリエジさんと知り合って、そこにスターリンの慎太郎とかもいたんですけどね。らしいですね。そういうつながりがあって、じゃあ、モッツ、今解散、あの時解散してたんですけど、 再結成するからっていうんで、うん、まあ、本当あれも無理にお願いして、うんはい、大変だったせないもそれが多分、後のデビューアルバムのそのシートに使われる流れのうるさいとか変なわけですよね。ねあとキーボードもね、うん、いましたけど、うん、キーボードはデビューの時は抜けてましたね、うん。サンダーロードのサントラ正式発売してほしいって本当わかる。 の問題があるんですよ、うんまあ、いろんな多岐にわたってるんで、うん、ちょっとね,ね大変、大変なんですね。そうなんですよ、うん、私もね欲しいんですけど、<laughs> <laughs> 自分でテープで作ってますねテープっていうか、ね、うん、作ってますけど。あれ、大友和弘さんなんか長編映画一緒にやる話もあったきましと 何だったかな勝手なこっちの、あの、うん、2>, 2人の話ですけど、うん、えっと、あ何回もあるんだ、あの、オリジナル脚本を書いてもらったこともありますし、うん、東京パラダイスって言ったかな、すごく私は面白かったんだけど、なかなか難しくて、うん、プラス、あのー、うん、これは本当にまあ、冗談の話ですけど、私は本気にしてたんだけど、あの、うん 仮面ライダーの話がとても面白かったですね。へぇマシンと合体して、こう、こうすることで突っ走って、こう、えそれはやりたかったんですけどそういうの。でもまあ、またそれも二人の冗談の話ですけど、すごいアイデアだなと思って話聞いたときに。その組み合わせでね、お金引っ張れそうな気しますよ、どっかから。いやー、いつも、 毎回そういうプランを立てては、ずっとそれが実現できてないっていう、繰り返しの人生なので。うんうんはい、はいはいはい。<笑><笑>あっという間に10年経っちゃうんですよ、まあ。まあね、その辺は後ほどたっぷり聞きますけど、<laughs> 大変だったらしいことは。<笑><笑>まあだってね、まずだって、そしてそうバーストシティのこと全然聞いてないですから、まだ。もう、バーストシティも大好きな映画ですよ。映画としては失敗作かもしれないですけど、うん、大好きです。 うん、まあ、あの、<laughs> うん、永遠の未完成の暴動、うん。これは暴動ではない、映画の暴動だって、本当そうだと思いますよ。うん、あ,のあまりに欲張りすぎて、完成しきれなかったんですよね。なんかいろん、この映画に出た人に当時の話とかよく聞くんですよ。うん、まあ どれぐらいでたらめだったのかみたいな話はちょこちょこ聞いたりはするんですけど。制御できなかったですね。まあね、まあそ,そうそうたるパンクバンドから何かあるいろんな人たち、エキストラでもパンクスとかいっぱい呼んで、本気で殴り合いをさせてみたいな、カオスな現場ですもんね。いきなりあの撮影中にそのチーマーみたいなのが殴り込んできたりとか、うん、本当のなんかいわゆるこう、うん、集会とか喧嘩やってると思って。 しくてやばいやつらが集まって騒いでるから。それ来たりとか、もう、とにかく収集がつかなかったまとめられるわけがないわけですよね、もう。ちょっとやっぱり、そのカオス状態がやっぱり、その面白かったんですけど、まあ、サンダーロードもそうなんですけど、この時代のね、熱っていうか、やっぱりその、映ってる人たちとか、映ってる風景とか、 映ってるものがすすごいんですよ私は何もすごくなくて、うんその、みんなのパワーっていうのかな。うんうん、そういうのがやはりこうヒリヒリと映ってるっていうか、うん、それは感じますねあの。スターリンが一番かっこよく映ってる映画だと思いますよ、とりあえず。ああそ、痛いですね。道堂さんも死んじゃっても、痛いです。全日本女子プロレスの今井永春リングアナも機動隊の役で。 エキストラで出てたらしいんですけど、あ、そうなんですか。うん。その機動隊が無法者を迎え撃つシーンで、ね、あの、本当の殴り合いをしてたっていう証言してましたね。<laughs> いやーう申し訳ない。謝って済むことじゃないです。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、でも、それこそ、ドアステのマスコさんとかも言ってましたけど、あの映画を鵜呑みにして行動してたって言ってましたからね。<laughs> ライブは、あの、殴り合いに行って、あの、なんか乗っ取っていいんだって思って。 いろんなバンドを潰しに行ってライブ乗っ取ってたって言ってましたよね。<laughs> うん、<laughs> なぜならバーストシティがそうだったからっていう <laughs>。<laughs> ドキュメンタリーと映画のフィクションの境がなくなっちゃってるんですね。ええええ、そうなんですよ。マットスタイルみたいなノリでああいうふうにやっていいと思って北海道でやってたらしいんですよね。たぶん、ぶっちゃーずな吉村さんとかもそんなノリだったと思うんですよ。あの時代の北海道。<laughs> <laughs> フィションですえ制御できない現場でどんなふうに受け止めてたんですかそれをいやー私はもう精一杯で、うで、ん、日々生きてるだけで精一杯みたいな感じでしたね <laughs> スケジュールもいっぱいいっぱいだし <laughs> あのスケジュールっていう概念が私にはなかったんで、うん、あーなるほど当時、スケジュール表とか知らなかったんですからね。うん、商業映画として締め切りがあって作るっていう経験がないから全くないし、現場がどういうふうに動いてるかっていう経験もないんで、うんうん、誰も教えてくれなくて、うん、当然知ってるだろうと思われたんでしょうね、はははいはい、はい、うん、私の概念は、うん、終わる時は終わる時っていう。<laughs> <laughs> 今じゃ絶対できないですけど、うん、その当時はまあそういう若気の痛い,いっていうか未熟者で、あのーうん、またそれがだからそういうので都営で映画を撮るっていう、うん、そういう時代というかなあのー。 まあ、二度とないことですよね。<laughs> まあ、ドキュメンタリーというか、本当にあの時代の空気を切り取ったすごい作品にはなってるけれども、まあ、間に合わなかったわけですよね、分かりやすく言うと。締め切りにはそうですね、もう無理やり最後はだから、うん。とか、うん、なんでもいいから完成させろみたいな。 ずっともう朦朧としてましたけど、ずっと犠牲が続いて、うん、何を言のか分かんない状態で。うん、ただなんとかしなきゃっていうことだけ、自動筆記状態っていうか、なんか。だからまあ、本人としては不本意な作品にはなっちゃってる。まあでももうしょうがないですよね。うん。あの、二度とああいうこともできないと思いますし。うんあのー まあ時代を映す鏡だと思うんで、映画というのは、やれって言ってもできないし、うん、うん、まあ受け止めるしかないですねあれで仲間もチりぢりになってしまったって聞きましたけど、そうですね、もう完全に、うんあのー、もうこんなことに付き合ったらないと、当然だと思います。 それぐらいのことをした。うん私は始めたからには終わらせないゃいけないっていうのもあったんで、どんな状態でも諦めないっていうのは一つね、自分の鉄則なので、ただスタートできない作品はしょうがないと思うんですけど、痛いです。痛いですね。うん 大変だったったていうみんなに大変なこともさせてしまったっていうちなみにあれですよね、この時もザ・スターリンがレコーディングしてるはずなんですよね。あのね、すごい良かったんですよ、それが。素晴らしい録音で。うん、私、テープ持ってたんだけど、なんか大事にしすぎてて、なんか見つからなくなっちゃって、うん。これが実は表に出てない音源なんですよね。 そうなんですよ、うんあのー。ラフミックスで、うん、それが出来上がってからサントラに入れるっていう時になって、どこ、うん、までのデビュー決まったんで、うん、それで、あのーうん、いわゆる全部取り直したみたいですけど。つまり、トラッシュとストップジャップの合間のすごいいい時期のいい録音がどこかにあるっていう。そ,うそれで、あのーうん、エンジニアもすごかったんで。うん 音すごい良かったんですよね。わー、聞いてめちゃくちゃ聞きたい。そうなんですよ。私も聞きたいんだけど、<laughs> <laughs> あの本当に大事にしまってて、うん、なんかね、見つからなくなっちゃったんですよね。もう、矢探ししますよ、僕がって感じですよ <laughs> <laughs> いや、何回も知ったんですけどね。<laughs> うん、どっかにあるはずなんですけど、うんうん、捨てるわけないんで。うんうん。うん あれ見つかったらね、<の>なんかどうにかして、うん、ぜひ、なんか、皆さんに聞いていただけたいなと思いますね。それで、その、バーストーで仲間が知事になって、ね、インディーでやっていくのか、メジャーでやっていくのかの選択を迫られたっていう話でしたね。そうですね、あの、いや、もう自分の中では毎回、一期一会だと思ってるんで、うん。うん 同じことをやるっていうことは考えられなかったんで、うんあのー、次は全く違うことをやるっていうふうには決めてたんですけど、うんあのー、もう腹くくって、ちょうどあの、長谷田和彦監督っていうは、うん、はい、はい伝説の監督。うん、うん、時々相談に乗ってもらったりしてたんで,、うん、で、お前ももうやりたいことやったんだから、うん、ちゃんと大人になれやっていう。 うん、きちんと脚本作ろうよって、うんはい、その通りだと思いまして、<laughs> うん、<laughs> 脚本っていう概念とかがね、ほとんど見えなかったので。うん、<laughs> バーストシーンの時はどんな感じだったんですか一応あったんですけど、うん、見てなかったですね。見見てない <laughs>、うん、見てなないいです <laughs> 企画を通すたための台本みたいな <laughs> いやそうじゃなくて <laughs>、うん、なんかその映画を撮るときに一回文字にそのするっていうようなことと、うん、いわゆる映画をそのまま本当に、うん、記録してそれを編集してスクリーンを映す、うん、ということのつなんか繋がりみたいなことが自分の中ではあまり分かってなかったですね。 感覚優先というか、うん、サイレント映画を撮るみたいな感じで、音楽をだからその、うん、作曲するような感じであ<ー>、あのー、作ってたと思いますね。で、うん、それはあのとても私好きなんですけど、そうん、という音楽とかで、うん、感覚って思想だと思うんで、うん、思考っていうかね。うん あの文章をきちんと書けるっていうのはすごく大事なんですけど、うん、あの一旦考えを論理的にまとめるっていうのは、うん、それだとそのまとまりすぎるっていうこともあって、うん、何かこう、はみ出していくものっていうか、うん、なんかもう、その論理で組み立てられないものに対するものすごい、自分がが惹かれるるものがあるのでまあで初期作品は明らかにそれですもんね、その<の>はみ出しているものっていう。 まあ両方大事だと思うんですけどもちろんあ<ー>あのきちんとしたやはりこう組み立てがないと合致した構成がないとこの映画って建築みたいなものでもあると思うんであの崩れちゃうと思うんですよねそういう感覚的なあのカオスが関する開かれたその感性というかそういう表現力と合致した構成力が合わさって 非常によくできたライブアルバムを作るみたいなライブのこのスピード感とか臨場感とかスリルっていいますかねそういうものを出すっていうすごく大事に大切にその繊細にそれを救うってこととプラスがっつりしたその聞きやすさというか見やすさというかあの何かを伝える力っていうのかなそういうのがあの合わさると。 うん、結構やっぱり力強いと思うんですよね、うん、大人になってその次の段階に行く時期が来たっていうことだったんですかねまあやっぱりせめて客観は <laughs> <laughs> 基本だと思うんで、うんあのー、お金かかりますからねやっぱりっ、うんうん、何人どれだけ使うとか今日はこれもこれを取るとか、うん、しっかりした計画がないと、うんあのー、崩れちゃいますから。うん でそれを分かった上で全部壊していくっていうのもまた面白いと思うんですけどね。うんうん、だってまあそのバーストシィで会社も完全に破綻して自分の生活も破綻するぐらいの状況になってたわけですよね。うん、仲間がいなくなり。ずっと家に帰ってなくて、うん、部屋戻ったら電気止められてましたし、電気止める。も、うん、うん、出ていけの張り紙もしてあって <laughs> あ。 <laughs> どうしようがっていう時に、うん、あの長谷川監督からディレクターズカンパニーっていうのを作るから、うん、まあ参加しないかっていうのをやってもうあの救いの神でやらせてくださいってそれで作ったのが逆風にした家族なわけですねそうですねあれもそっから2年ぐらいかかりましたけどねどうでした小林義則さんとの ックは <laughs> 小林さんはあの,私の方からお願いしてたんですよね、うんあのー、次はギャグをやりたいっていうふうに思って、うん、で小林さんもなんか映画に興味が、あのー、あって、うん、私の知り合いの福岡の若い監督たちとやってましたんで気が合うかもしれないと思って。うん こういうのやりたいんですけどっていう話を持っていって、うん、そしたら乗ってくれて、うん、そっからですねそれは大人としてちゃんと作れた感じではあったんですかいやあのーうん、もうとにかくうん思い上がって できてることの繰り返しの人生なんで <laughs> そのやはりこう、うん、自分ではできてるつもりでもいろいろねあの、うん、周りがきちっと支えてくれたりとか、うん、あのこっちがもう全然うまくいってないことをフォローしてくれる人たちがいて初めて、うん 成り立ってたんだと思いますけどね、うん、まだやはりこう初期衝動もすごかったですから収まるっていうことに対しての、うん、自分のこう苛立つみたいなこともすごいあったしこのぐらいから大変な期間がちょっと始まるわけですよね。 10年ぐらいい長編作作品が作れない間そうですね。あのーうん、まあ、なんでもできるって思い上がってましたし、あのいろいろ逆運者家族は、うんまあ、日本ではあまりヒットしなかったんですけど、うん、海外でとても評判になって、うんまあ、いろんな話も来たし、うん、自分でもこう、うん、次はもっとこうすごいもの取るんだっていう、野望がね、うん、あって。うん あのー、とんでもない企画をたくさん立ててましたんで、うん、それがなかなかやっぱり、うんあのー、自分の技術とか、うん、自分のポジションではこう手が届かないものだったと思うんですよね。うんうん、それでし,しばらくは MV だなんだとか、取りつつ、という状態になっていく。 ずっとあの企画は立ててましたし、脚本も書いてましたし、必、うん、ああず何か動かしてたんですけど、こ、うん、とごとくやっぱうまくいかないっていうことの連続で。うんまあ、見てる分には本当ね、アナーキーとかスターリンとかノイバウテンとか、ね、やっぱり全部最高と思いながら、のんきに見てたんですけど、いろいろと大変だったんだなって、後から知ったっていう感じですね。形になったものはね、あのーうん、もちろん。 ありがたいんですけど形にならなかったことがやっぱ大変で、うん、そっちの方がものすごい労力をやっぱりこう使って、うん、精神的にもやっぱダメージがねすごい大きかったしみたいですねうん、うん、あのひ人知れずカラオケのビデオとか企業の PR 映像を撮ったりしてたっていうその時期あ,あの食えないんでやっぱり、うん、うんそういうのもやってましたね カラオケもたくさん、そんなにたくさんじゃないけど、うんまあ、凝りすぎてしまってね、どうしよう <laughs> <へー> <laughs> 見たら分かるレベルで,でどうですか、ね、色が。<laughs> いや、どう、うん、んできる限りのことやってましたけど、うんうん、やっぱその、面白すぎたらだめなんですよ、カラオケってね。あ<ー>歌う人が主役なので、うん、歌いやすいように作らなきゃいけないんで。うんうん どうしてもこう、創作しちゃうとね。うん。邪魔ですからね、それ。うん。うん、だって、映画監督って本当大変だと思うのが、すごい時間がかかる仕事なのに、やってない期間が全くお金にならないわけじゃないですか。そうなんですよね。うん。まあ私なんかまだ、うん。なんとかしのいできたけど、うん。うん 若い人大変だなと思いますね。うん、特にそのいわゆる自分でね、意欲的な作品を作ろうとしてる人たちは本当に大変だなと思いますね、うんうん。10年取れない期間も大変だったと思うんですけど、意外とそのカラオケとかで稼げたって話もありますね。あの、ちょうどバブルの時で。<laughs> うん。 あのー、映画はできなかったんですけど、うん、企画を立てると、それが、あのー、お金もらえたりした,たんですよね。えー、そうなんですか今はありえないですけど、へ<ー>やっぱり何か企画を動かすっていうことにお金を使ってたので、うん、まあこちらはもちろんそ,のそこで、うん、企画費もらってもしょうがないんですけど、できなければね。うん、う,ん、うん。なんか、 そうですね今よりはもう全然、うんあのー、お金を、うん、動いてたんじゃないですかね。そうやっていろいろ大変な時期に、ディレクターズカンパニーも大変なことになっていってみたいな。そうなんですよね、ちょっと私は早めになんかもう出ちゃったんで、まあ早めに抜けてよかったですよね。 分かったというか、うん、どうしたらいいのか分かんない状態でしたね。その時期作ってたのが、なぜかナミコシ徳次郎さんの視圧の映像とか。短編映画ですね。視、えー、圧王者。はい。えー、<laughs> あのー、その時期ぐらいに、 なんかねだんだんパンク映画への興味が薄れていったみたいな話がありましたね、うんあのまあ、常にそうなんですけど 1>,、うん、1本映画を作ると違う自分が見えてきたりするんで、うん、プラスそのやりたいものが取れないわけじゃないですか、うん、その自分のこれが絶対やりたいんだっていうのを何本も何本も作ってるんですけど、うん、それができないとすると、まあ、違う手を 考えななきゃいけないいけっていう、うん、特にその実現可能なものを考えなきゃいけないっていうと、うん、その常にこう自分の違う面違う面をいろいろ深掘りするっていうか、うん、そっからその逆にまた自分のね正直な可能性というか、うん、見えてなかったものとか。うんうん まあそのパンクとかそ,のそういうもので見えなかった原理みたいなことがねあ自分にはそういう面もあるとかそういうことに気づいていってまあそのじゃあ可能性を見ないとその嘘嘘になると思ってそういう,こうあのどん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 こう奥に奥にっていうあるいはまああの回転するみたいに言ってますかね。 アナザーサイド、うん、私ボ,ボブ・ディランがすごく好きなんですけど、うん、中学校の時から唯一ずっと本当に好き、うん、まあ,あの好きな人たちたくさん死んじゃってますけど、うん、ボブ・ディランとかあのローディング・ストーンのキース・リチャードとか、うん、ニール・ヤンがまだ生きてるんでそういう人たち特にボブ・ディランは、うん、ずっと好きなんですけど彼もいつもこうアナザーサイドっていうかね、うん えっていうようなこうそういう,こう違う側面を出してきて、うん、そういうのになんかすごい感化されるっていうかね、うんうん、れなんかいいなっていうか分かるなっていう感じがありますね、うん、あのこの時期本当に行き詰まって30歳迎えられないんじゃないかと思ったロックも聞かなくなったみたいな話があったんですけど それまあの、パンクとかロックをやってる、信じてる人間が、30まで来ちゃうかっこ悪いみたいなね、そういうやっぱり思い上がりがね、あったんですよね。ジム・モリソンとかジー・ヘンドリックスとか、めちゃくちゃ好きだったんで、今でも大好きですけど、みんな、その 早く急ぎすぎたっていうかね、うんあのー、もったいないなと思うんですけど、うん、その頃はやっぱなんかそういう,こう自分の中で妄想に取りつかれてて、ねうんうん、すごい危険な状態でしたよね。やば,いやばい映画作って2 7で死ぬぐらいの感じだったんですかね、当時のいいやさ。30、うん、そんな私は勇気なかったと思う。うんあのー 体も弱いですから、なんていうのかな、そんな無茶なことは、まあ、うん、お酒ぐらいかな、めちゃくちゃ飲んで。だけ30歳まではもう見えないんじゃないかなっていうのは思ってましたけど、うん、これじゃいかんなっていう、うん、まあ自分に問いかけてみて、うん、やっぱり私は映画撮りたいっていう、うんうん、なんか、素直になっていいんじゃないかなっていう。うん、うん あ今でもねロックは大好きですけど、うん、そのそうじゃない自分もいるっていうのも、素直に認めた方がいいという、うん、そこで何か、吹っっ切れててきたいうかロンドンの留学とかもきっかけになったんですか、うん、ロンドンの留学は直接はきっかけではないですけど、ただ、その世界をやっぱり見たっていうのはすごい大きかったですね。うんうん、世界を見て、一番思ったのは、その結局大事なことは自分の中に全部あるっていうことでしたね。うん あの海の向こうに行かなくても、うん、あるいは宇宙の最果てに行かなくても、うん、大切なことって自分にとって一番大切なことはすでに全部自分の中にあるっていうことに気づいたことが大きかったかな、うん、その,そのなんかまあロンドンとかあとバリ島とか大好きだったんですけど、うん、そのインドネシアタイとかいろいろ巡って、うん、あの行きたかったところに行ったんですけど、うん、その時にあ これをすでに自分の中であるっていう、うん、その確認でしたね。なんかね、うん、ブライアン・イーノとかアンビエントとかに目覚めて帰ってきたみたいな話もありましたけど。全くだから、例えば、うん、あのアンビエントとかも、これまでのパンクロックっていうか、うん、まあ今でも好きですけど、うん、あのパンクっていうよりも、ニューウェーブが好きなんですけどね、パンク直後の。 なんかあのいろんな可能性のあるダブとかああいう民族音楽みたいなそういうのとまあジャズとかがロックになったようなそういうのが好きなんですけどうんプラスそ,のそれと全く遠いブライアン・イーノとかまああの亡くなったけどジョン・ハッセルさんとかそういう人たちのイーノが始めたアンビエントシリーズですけど そういうのが全く興味が自分があるはずがないのに、うん、あのこうハマっていったらすごい自分となんかぴったりくるっていうか、うん、それはあのレゲエとかもそうでしたね、うん、実はあのパンクもそうなんですけど私自分ではプレイヤーとか持ってなかったんで、うん、あの友達の家に行った時にあの 友達が大学1年のときから、なんかこれが今かっこいい、チェーって言って、かけてくれてのが、そういうとかだったんですけど、あと、まあ慎太郎の家とかでもよくそういう、ベルベットアンダーグラウンドとかもそうですそ人の家で聞くっていうのが、それで発見するっていう繰り返しだったんだけど、聞いたときはね、ピンとこないんですよ。なんか違和感あるなっていう、初めて聞くからね。 だんだんそれがあの、あ後でなんかこう気になってくるっていうか、うん、ジャズもそうですね、あのうん、セロニアス・モンクさんのジャズとかも、最初はなんかもう全然ピンとこないんだけど、うん、これなんだろうこれっていう、うん、でもどっかでこう引っかかってきて、うん、それがだん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 大きくなってきて、うん、で、ハマってしまって、ずっとそればっかりこう追求するっていうか、うん、その繰り返しですよね。うん それはとても面白いなと思いますけどね。こ,この時期に作風が変わったのは、その好きな音楽が変わっていったのもあったのかなとかちょっと思ったんですけど。いや、それは逆かもしれないですね。うん、世界を、うん、まあ自分の中から、あのー、見えてないところを見ようっていう、うんうん、もっと深く掘ろうっていうか、あのうん、アナザーサイドを見てみようっていう。うんうん そっからなんか自分の違う側面が見えてきてその結果そういう音楽にもなんか興味が湧いてきたというか、うんうん、なんかこれあれ全然今まで全く興味なくて閉,じ閉ざしてたけど、うんうん、自分にはそういう側面もあるんじゃないかなっていう、うん、そういうことに気がついたらなんかそれが面白くなっていって、うんうん、それに気がつくとどんどん掘っちゃうんですよね。うん 飯野さんのやつを全部こう聞いてみないと気が済まないっていう、うんうん、そうするとまたその飯野さんと関,、うん、関連してた、うん、あのジョン・ハッセルさんとか、うん、ハロル・ロブ・ブッダさんとかその辺の人たちの音楽も聴いていくっていう,、うん、こう発生していってそれが自分にはとても面白い、うん、一本あの映画を作る時に大体あの私音楽から入るんですけど、うん 今回考えてる映画っていうのはどういう音楽が鳴ってるんだろうっていうそれでいろいろ探すんですけど自分の持ってないものも含めてその時にこうピタッとくるものがあってそこからこう組み立てていくって感じですね。それがとてもあの準備するってそのねすごく大変な脚本を書くのもすごい大変で確かにお金にもならないし。 だけど、その自分を発見していく時間でもあるんで、うん、それでまあ自分をこう、前向きに楽しくするっていう、うん、知らないことをどんどん知ってるぞっていう、楽しいっていう。うん、そして、なかなか企画が通らない経験を経て、アナザーサイトな面とかで作れるものもあるんじゃないかみたいな考えになっていく感じなんですか、うん、そうですね、うんあのー、なんか 自分が自分のことを知ってるなんて全くそんなことはなくて、うん、まるで私は分かってなかった自分のことも含めてね世界のことも、うん、あの何も知らないんじゃないのっていう、うん、自分の無知さに気づいていくっていうかね、うん、で全く知らなかっただけであこんな素晴らしい音楽あるんだとか、うん、案外これ私はこのことを閉ざしてたしあの、ねうん 全くそういう面はないと思ってたのに、うん、なんかすごくはまってるっていうか、うん、あれみたいな、うん、その驚きというか、うん、そこはなんかすごく面白い、うん。なんかね、見てる側だとエンジェルダストとか水の中の8月以降は順調に活動できてるイメージなんですけど、そ,そうでもないですか毎毎回毎回やっぱり、うん うん、あのいろんな壁に当たるし、うん、いろんな,なんていうか自分の未熟さというか、うんあのー、全然ダメだっていうところに当たってそういうことに気づかされるっていうこともまたすごいそ創作のね大きな。うん ことだとだ思うんですけど、うんまあ、もっともっとこうあの広げ、まあ、自分をだから変えていかなきゃっていうか、うんうん、ダメなところとにかく、うん、うん根本から改善していかなきゃっていう、うん、その思いになって一、まあ、一本一本やるって感じですねなんかそんな感じみたいですねそれこそね自己流でやってきたからこそ。 かから映画作りりを学び直したりとううんうーん、うん、いやまあ、うん、いまある程度知ってるだろうっていうその、ねうん、思い上がりっていうかねあのなんていうのかなうん勇み足みたいな、うん、見る前に飛べっていうそ,の、うん、そういうことでないと創作ってなかなか踏み込めないんですけど。うん、うん だけどやっぱりやってるうちに自分の未熟さとかあるいは完成した時にすごくまあ撮ってる時はねものすごくこう入りきってそのやってますから,、うん、から撮り終わってすごい冷静になった時にまあこういうことが足りてないっていうことが見えてきてそしたら今度はその次にそのことを追求していくっていうその繰り返しじゃないですかね、うん。うん だんだんまあね経験積んでい今その初期作品とか見るとどんな思いがあるんですか一時期はすごい恥ずかしかったんですけどねもうやっぱりそのうんもう何十年も前の作品で、うん、自分の未熟な幼いこのところ、うん、ダメなところっていうのを突きつけられてるみたいで、うん、ただ今はもうあのそんなこと言ってもしょうがないっていうか 私の力でできたものではないので、うん、結局その形作ったのは一人一人のスタッフであり映ってる俳優さんであり映ってる環境、うん、それとまあ,あの見てくれてる観客っていうかあの、うん、それを応援してくれてる人たちだから、うん、そういう人たちとこう作ってるっていうか、うん、その人たちがその人たちが作ってるっていうのかな、うん、私がどうこういうことじゃないっていう。うん でも喜んでもらえたらもうすごい嬉しいし、うん、ダメって言われたら悲しいからあ次は頑張ろうっていう前にあの自分は映画撮らなかったらただのクズで人間失格だと思ってるって言ってましたけどそんんななんですか撮っても人間失格ですね <laughs> <laughs> クズでしただからクズじゃないようにしなきゃっていう、うんうん、もうこんな年になって うん、な,なんとか少しはクズより上に行かなきゃっていう、うん、もうそれだけですね。だいぶましにはなってきてるんですよね。と思ってるんですけど、う,ん、うん、やっぱね、あの日々、反省もしてるし、そのうん、なんとか少しはましな人間になりたいっていう努力もしてるつもりですけど。うん、うん まままだまだ至らないいと思いますね <laughs> それこそね、うん、スタッフみんなに離れられたりとかした経験を経て、ちょっとずつ修正してきてるわけですよね。なでも、うん、なんていうか、うん、うん、はい。うん、あの、皆さんのおかげですって感じですね、<laughs> 生きてるのは。<laughs> うんまあ、映画とか特にそうでしょうね。 本当に共同作業だから監督の名前で語られますけど結局グループ名みたいなもんですからね。実際には非常に優秀なスタッフ優秀な俳優さんたちが移って素晴らしい仕事をしたんでそれが素晴らしいことになってるっていう。 あのコメントで今見てもバーストシティほどの熱量が溢れ出る映画はなかなかないって本当そうだと思いますよ、うん、うん謎のパワーが詰まっている、うん、いやみんなもそうだったんですよ、うん、参加してるそういう意味では素直な映画かもしれないですねあのー、1時間過ぎたので 質問を拾っていきたいのでコメント欄にどんどん書いていっていただくと助かります。えっ、ー、と、映画制作と自分革命という本にも書かれてましたが、箱とかはまだ映画化の可能性があるのでしょうかこの本ですね。送っていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これはなんかものすごい貴重な本らしいじゃないですか。あのー、大学の助成金で作ったので、へ<ー>あのー、まあ、ほとんどは贈呈用なんですけど、えー あのー、一部、一番<ん>、まあ、流していい部数があって、んうん、私はそれでお金もらってはいけないんですけど、出版社の方が結構無理して、うんあのー、本当は最初250ページぐらいだったかな、300ページぐらいだったかな、うん、100ページ以上も多くなって、もっとかって、うんうん、それでギリギリまでいろいろやってたんで、うん、迷惑かけたんで、うん、なんとか。 出していい分は売れてほしいなと思ってます <laughs>。<laughs> 相変わらずまだギリギリまで作業するんだなと思いながら読んでまして <laughs>。いやもう、なんか悪い癖ですね、本当に。自分ではちゃんとこう守ってるつもりなんですけどね、えー。今回はちょっといろいろ他のこともあって、えー、うんコントロールが最後効かなくなりましたね、うん。まあね大学の関係で出した本だからなのか、映画史の話とか。 ちゃんとした部分も多めですが、ね、その、幼い頃の話とかいろいろ書いたりもしてる本だったりします。これ、アマゾンでごく少数売られてるってことですね。ありがとうございます。<laughs> はい。という。箱男の件ですね。はい。箱男の件そう。そうですね。箱、はい、男は、あの、はい。えっ<ん>と、次に英学圏、映画、映画券は、もうずっと前から取ってあるんで。えんえん 今回今作ってる実製作映画でも、うん、まあ多少その予告編的なものを入れ込んであるんですけど次に必ず撮るつもりでいます。はいはい。これもう何年だろう、うん、最初に企画したのはやっぱり1985年ぐらいだからう,わうん。何回も何回も。一回はあの、うん、ドイツで、うんあのー、合作でクランクイーンの前の日ですよ、潰れても。うん えー、もうセットとかも出来上がってて、えー、でその時の脚本とは全くかかあの書いてあるんですけど、またあの、えー、今書き換えてますけど、えー、また違うバージョンなんですけど、時代もね、違うんで、やっぱり、うん、そぐわない部分もいっぱいありますから、うん、今の時代にふさわしいものをっていうことと、なんかその、一人一台スマホを持ってるって。 っていうあるいはその自分が一方的に覗いて自分は覗かれないっていうのが吐男なんですけど、うん、それがまあ,あの今の現代っていうのかな、うん、そのネット社会っていうのともちょっとつながってるなって感じもするんで、うんうん、今の映画としてあのしっかりした映画にしたいっていうふうに思ってます。うんうん、はい えー、逆噴射家族での植木仁さんや倍賞光子さんのエピソードをぜひ。あもう素晴らしい方でしたね、やっぱね。うん、昭和の大スターなんで、特にやっぱり、まあ、お二人とも素晴らしいんですけど、うん、植木さんはギャブのやっぱりそのセンスっていうか、うん、自分があの子供の頃にね、うん、ここに 怪獣映画と一緒に、まあ、大体クレイジーか赤大将だったんでだと、ねはい、すごくよく見てましたから、うん、そういう方と一緒に仕事できて、うん、笑いのなんか取り方っていうのに関しても、うん、プロ中のプロなんで、うん、そのことはいろいろ教わりましたね。うん、ここはこうど,どういうふうな笑いの質なんだっていうようなこととか、ね。うん 特に撮影の以外のとこで話される、いろんな当時の,あの映画界のエピソードとか、うん、とっても面白くてね、話し上手な方で、うん、人間的にも非常に素晴らしい方で、なんていうのかなこう、まだまだ若造だったのに、うん、非常にあの丁寧に接していただいて。 あのお二人にも大変教わりましたねえ倍賞さん出たりとか前も馬之助さんが出たりとか当時プロデューサーお好きだったんですか好きでしたね当時っていうかずっと中学校の時から好きでしたね最近ちょっとご無沙汰してますけど五条で船木さん出てもらって以来ちょっとなかなかアクション映画は撮れないんでうん パンクザムライはちょっと出てもらえなかったです、ね。んうん、組んでみたい、組んでみたかった役者やミュージシャンはいますかいや、それいっぱいいますね。はい、こちらが望んでもね、向こうが望まない場合もありますね。ちなみにミュージシャンでやりたかったなって人誰か教えてもらいたいします。ミュージシャン誰だろうな。うん、ミュージシャン。うーん。 やっぱブランキーとか、あ,<ー>あと、なんだっけ、うん、バースデーの人たちも好きですし、イくんとかもね、すごい好きですし、うんあ、ブランキーと一緒か、和、は、く、い、<ー>君にはね、あのうん、出てもらってますけどね、うんうん。石野卓球さんが高校大パニックをフェイバリットに挙げてるのはご存知ですかあ知らなかったですね。ありがとうございます。うん うん、<laughs> えっと、おスターリンの第一印象はどうでしたかスターリンはあのー、そのベースの慎太郎君と福岡のとからね、知り合いだったんで、うんあのー、彼が東京出てきて、うんでまあ、高円寺のすぐ近くに住んでたんで、うん、飲み友達でしたから。うん 生、まあ、き生きしてたんで、それでそのうち、面白いバンドに入ったんだって、うん、でへって、で、うん、エンドを見つろった人が面白いって、うん、見に来てよってことって、うん、見に行ったのがスターリンだったんですけどね。そっからだから、まあ、すごい、もう自分にとっては身内みたいな感じでしたね。うん、あのー、バーストシティの打ち上げで、 ねえなんでスタイリンに出して俺たち出さないんだってアナーキーが暴れた時はどんなきき気持ちでしたあれすごかったんですよ。うん、あのー、<laughs> ジャガタラとルースターズの構想みたいなのもあったりとかとにかく始まって1曲目ですよ。な、まうん、なんていうのかな、うん、あの打ち上げの時にロフトを借りて 1>,、うん、で1曲目で。うんあのー なんか私も歌ったのかな歌い始めたらいきなりあの前にいたあのアナウキのシゲルとかマリオとかあったかなあばれ出してしまってこっちもまあ酔っ払ってたんで何がんだか分かんなくてその後なんかアナーキキとスターリンがどうなったか分かんないけど私は気がついたらジャガタラのアきミとかと なんか肩組んでステージで歌ってたね。特に、うん、カオス始まった瞬間に打ち上げがだから爆裂したっていう。まあ、うん、そのそいいとか悪いとかじゃなくて、うん、まあそういうことなんだなっていう。さ、うん、当時はに毎日その葬儀葬の場じゃだけじゃなくて、うん、普通に飲んでる時もね、まあそういう状態でしたからね。うんうん、あの。 特別なことじゃないっていうか。うん。まあ、出てないミュージシャンも来て、何かやってたわけですね、とにかく。<laughs> そうですね。うん。何が何だか分かんなかったです。うん。へ <laughs> <laughs> 夫人との出会いはノリコさんって、ノリコうん。DJ クラッシュとかの。ボス。うんうん、あれは、あのー、戸井さん、戸井中学さん。はいはい。本出してましたよね。 はい夫人の暴走族の第三所管だったかな出してて、で、週刊プレイボーイだったかな記者かなんかで、まあ取材もされて、え。タンダーロードのとえに、なんか一緒にやろうよって、俺も出してくれみたいなことがあって、それで泉さんとも親しかったんで、泉さんが。で、3人でいろいろ、ああだこうだっていう。 企画を立てたりとかして、うん、彼があの面白い女の子がいるから、うん、女の子っていうか、ボスですけどね、うんほら、紹介するよって言って、で、あのーうん、とりあえず出てもらうことになって、その後あとに彼女の自伝というか、こちらですね、キコタンブギっていう、ね、はいはい、鳥中学さんの、それも映画化するつもりではあったんですけど、<laughs> へえ 自分の中でちょっとやっぱり強い的なものっていうか、えー、うんみういようなものをやるよりもやっぱり爆発組織みたいなのをやりたいっていう思いがすごい強くて、うんうん、なかなかあのこう前に進まなかったっていうそれで問井さんが吉がヤニになるわけですかそうですね。うんはあ。そのつながりです。なるほど。なるほどまあ、その後最近ちょっと。 応援してないですけど、d i g ジクラッシュをまあ発掘してっていうか、うん、まあ素晴らしいね、ミュージシャン。うん、私もあの時初めてこうヒップホップっていうか、うん、こういう音楽あるんだっていうのはね、知りましたけどね。うんうん、元気してるかな。うん <laughs> スターズパラノイアックライブ撮影時、大江さんのことをどのように思われていましたか大江君はめちゃくちゃ面白い人でね、異彩で、うん、それだけあすごい繊細で、うん、あの精神的にもね非常に危うい人だったんで、うんうん、会うたびに毎回こう感じが違ってたので、うん まあ、彼なりにいろいろ考えたり悩んだりするんだろうなと思って、まあうん、そんなこう突っ込んで話すような状態ではないんで、バ、うん、ンドメンバーもね、うん、その非常に気遣ってたし、うんまあ、でもステージに出ると面白いじゃないですか、すごく。うんまあ、圧倒的なパフォーマンスするんで、うん、周りは大変だったと思いますけどね、ミュージシャンとかは。うん こっちはもう、あの今の大江君でしかないことを、きちっと取っておきたいっていう気持ちですよね。ファ、うん、ーストシティーストシティの時は大丈夫、うん、大丈夫っていうか、あの普通のロックミッションで、うんうん、ちょっと変わってましたけど、うん、<laughs> まあ、ひなこと言えないんで、私も。<laughs> 5、えー、条に船木さんが出てましたが、現場ではマットネスぶりは発揮していたでしょうか船木さんはもう非常に真面目な方ですよ。素晴らしいですね。自分で映画撮ったりもしてましたもんね。あ,あそうですか。私、それは勉強,、うん、勉強で知らないです。うんうん、自習映画作ってたんですよ。うん、あものすごいやっぱり、うんあの、体の力って言いますかね。うん、動きというか。うん みつっていって、いわゆる偽物の方なんですけど、うんうん、振るとなんかもう、もう真剣のような音がしてましたね、ブラーンっていう、彼が振ると。石井監督から見たブラッド・サーシティ・ブッチャーズの魅力を教えてください。最初は、私、あのー、生で見たのは、あのー、うん。う あのー、奥さんの名前、うん、なんて言ったかな田,田,淵田淵さん。田渕さん、えー、久子さんが入って、うん、えっと入った時きあとだったんですよね。うん、入った直後の時き、あのーうん、久子さんが真ん中にいてやってたんで、うん、なんかそういうバンドかなって思ってしまってたんで、うん、でそれはすごい衝撃的だったけど。うん あのー、実際に本当にブラッド・サースティ・ブッチャーズの凄みというか、うんあのー、自分のこうハートに触れた、うんあのー、表現というかそういうのは、まあ、一緒にやっぱり映画を作ろうって言って、うんあのー、考えてなおかつやっぱり彼が突然やっぱりいなくなってしまって。うん その喪失というか、なんかどうしたらいいんだろうっていうことから、自分にできることっていうことでもう一回、やっぱり、うん、あのすごく深く真剣にやこう向き合って、うん、そこからですね、あのーうん、すごくやっぱ詩人だと思いますよね、うん、その吉村君はね。うん、その詩人とやっぱファンクロック,ロックがこう結びついてるっていう。 時々ものすごい純粋詩のような言葉遣いがあって、うん、それがあのロックの音に乗ってるっていう日本語の。うんうん、それはあのすごい奇跡的な、うん、あの瞬間がある。うん、いいですか えっと、船木さんが YouTube でご条連選挙の撮影がすごく辛かったと言ってました。<laughs> もうみんなさんそう。<laughs> <laughs> はい。もうだいぶ丸くなった後でもまだまだこの状態だったってことですかね。うーん。んーうん。ですね。うん、うん。思ったもんですね。<laughs> 船木さんが辛かったって言ったらかなり辛いんじゃないかな <laughs> あの時代の新日本を経験してる人が辛いっていうのは相当ですよ <laughs> うーんうんうん陣内隆則さんが音楽を捨てて俳優になったことをどう思いますか陣内くんはなんかね、あのーうん、そういうことをやりたいっていうふうになんか思ってたんじゃないかなうん、うん、あのー 初期のロッカーズとても私好きでしたけどね。うん。よかったですよね。あの、スピード感があって。まあ、何年か、うん、何,何年か前に見たら彼もすごいかっこよかったんですけどね。うん。フトで出てきて歌って。うん。ただ、あの、こういう役者さんにね、向いてる人だと思うんで。うん。うん。爆裂都市の時の陣内君、うん、私、とても大好きです。大好きです、僕も。はい。うん クレスト氏の時のコント赤信号も大好きですよ。<laughs> もう面白かったですね。<laughs> ノイバーテンについての思い出を教えてください。ノイバーテンすごいですよ。うん。あのー、はじ、なん,かなんていうのかな。うん。純粋。まあ、私もまあほ、純粋に表現やってると思うんですけど、うん。もう ミリ単位のかけらもなくもう純粋で、あのうん、音楽と自分たちの表現ってことだけ。うん、だからまあ映画やってるとどうしてもそれはもちろんビジネスでもあるんで、うん、あの当然お客さんのことも考えなきゃいけないし、うん、あのだそういうのがこうほぼないですよね。うん、自分たちの表現っていう、この純粋性にかけるっていう。うん そこは、あのー、打たれましたね、もうそ心を打たれた、うん。この人たちの表現に対して、自分の表現が、うん、あの、き抗できないと、自分がこ,うこの人たちを取る、うんあのー、意味がないというか、資格がないっていうふうに思って、うん、まあ、あのー、とても真剣に自分なりに向き合いましたけど。うん めちちゃゃくかかっっこよよたですあの時。本人たちがもう発してるものが本当に純粋なミュージシャンであり純粋な詩人でありんかそのベルリンの表現者の歴史を全部背負ってるようなそれをもって世界に発信してるっていう自然にね。 野菜屋に行って、なんかこう、かみたいなの買って、ガリガリ食ってたりとか、ブリクサのベストは、ゴムタイヤ、自転車のタイヤかな、ね、を自分で切って、ほっちりして止めてあるだけなんですよね。へえ、めちゃくちゃかっこよかったですよ。そういう精神も、それがやっぱりかっこいいじゃないですか。 うん。なんかあのー、それをやっぱ着てるっていう、しかしもう、うん。それだけでもなんかノックアウトですよね。うん。うん、こいつ本物だっていう。うん。その、あの時出会えてすごい良かったっす。うん。うん、ちなみに、一世風美セピアはどうでしたあの時、一世風美セピアは、あのー、うん、なんだっけな。えー、っと、ものすごく、 うん、こう勢いがあって、パンクではないんでね、すごく戸惑ったんですけど、うんあの、懸命にやっぱあれは自分なりに日活のニューアクションを撮るつもりで、うんあのー、アナザーサイドとしてチャレンジしようと思って撮ったんですけどね、相馬真二さんにすごい褒められたのを覚えてますね。へー これだよとか、うん。お前これやれみたいな。うんうん、それで、あやってよかったと思いました。はい、あれは要はディレクターに来た仕事だったんですかねそうです。あのー、うん、CM とか、うん、私もディレクターには迷惑かけてたんで、うん、もうなんかしなきゃって言うんで、うん、仕事しなきゃって言うんで、うん C、CM とそのプロモーションビデオを撮るっていう。うん うん、であこれだったら私できるっていう、うん、思ったんで、うんあのー、やらせていただいたんです、うんいや。意外な組み合わせで当時も衝撃は受けましたよ。なぜ解明されたのですかうんなんかその石壮吾っていう名前に飽きたというか。うん うんなんかその生まれ変わらなきゃって常に思ってるんでこの名前変えたら少しは変わるかなっていうと <laughs> まあ龍っていう字を付け,、えー、けたかったっていうのもありますし、えーあのー、尊敬してる葛飾北斎さんとかは毎回こう名前変えるじゃないですか、うんうん、プラス日本の伝統的にし家さんとか歌舞伎役者さんとか、うん。うんうん まあこう名前を変えたらちょっと偉くなってるっていうかうん、うん、<laughs> ちょっと上達したっていうか、うん、自分もなんかその、あやかりたいっていうのかな、うん、うん決意表明みたいな感じなんですけど、うん、まあ、名前変えてもそんな、中身はそんな変わらないんで、うん。<laughs> あの名前の漢字よく間違えられるからっていう理由も言ってましたねあ。確かにそそ、相互は書きづらいんですよ。うん なかなか変換されない。うん、そうなんですよ。必ずなんか間違ってるっていうのも。うん。そうの字もごの字も違ったりするっていう。そうなんですよ。<laughs> うん。それはまずありました。読みづらいんじゃないのこれっていう。うん。うん。うん、スタークラブも捉えてましたね。どんな印象を持たれましたかスタークラブの時ちょっと申し訳なかったんですけど、なんかイギリス行きが決まってて、うん。あのー。 最後までちゃんとできなかったかもしれないですね。<ー>うん。うん。かっこいいでしたね。うん。小林良美先生は、逆運者家族をローズ家のせせ戦争が設定をパクったと怒ってましたけど、監督の意見はあのー、逆運者家族って実はハリウッドでリメイクの話があって。へー で私、1年ぐらいハリウッドに来て、そのリメイクをやらないかっていう誘いがあったんですよ。で、もう私、思い上がってましたんで、なリメイクなんかしないっていう。へへで、断って、ひょっとしたらパクられたかもしれないです。なるほど。その後悔みたいなものはちょっとあるんですがあの時言って。 乗っっばよかったなとだあの、まあ <laughs> えー、それ以外にも何回か、えー、夫との仕事は画策したことがあって、えー、まあ、えー、オファーもあったりしたんですけど、うんまあ、厳しさをよく分かってましたんで、うん、ものすごく厳しい世界ですから、うんあのー、自分は特に、まあ、向こうで、うん、あのー 大成功しようとかそういう野心みたいなのはなかったし、うん、あの日本人を取りたいなっていうか日本の精神みたいな、うん、まあ日本精神とかアジアジですかね、うん、東洋的なあの精神というとことに非常に興味あったんで、うんあのー、例えば「マトリックス」なんかも大好きですけど、うん、あのなんかその物足りないところが自分の中にあって。うん それをきちんとやりたいっていうことをずっと追求してるんですけど、なかなか形にならないっていう。うん。だから今は、あの、結局、もう、東洋とか西洋とか、関係ないっていう、世界だと思いますけどね。うん。アジアの逆襲ぐらいからそういう感じだったんですね。うん。そうですね。あの、サイバーパンクっていうことは、 うん、つまりパンクもそうなんですけども、うん、スタイルとしては西洋のスタイルをこうまあ表面的には借りてるわけじゃないですか。うん、だって今はもう関係ないと思うんですけど、うん、どん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 奥に行ってしまえばもうそれは一緒なんで、うん、西洋も東洋もないんですけど、うん、あの表面上の問題で例えばそのアフリカの音楽がブルースになったりジャズになったり。うんうんうん してまあ、それを今度はあのヨーロッパの人たちが、うん、あのロック音楽としてまた逆輸入するとか、うん、いろいろ錯綜して動くもんなんですけど、うん、だからそのルーツとかっていうのは関係ないんですけど、うん、当時はやっぱ自分のルーツっていうことにとてもやはりあのこだわりがあって、うん、西洋の真似をしたくないっていう、うん、自分なりのものを作んなきゃダメだっいうことに目が向いて。 ましまたね。うん。ネ、うん、オールド野球で怪獣ものを撮ってましたが、怪獣映画は好きですかあ大好きですね。うん。娯楽映画も大好きなんで、うん、ただやっぱ娯楽映画お金かかるうん。ちょっとどこ娯楽映画作るのは難しい、自分があのー、やっぱ自分勝ってない映画ばっかり撮ってたから、うん。なかなかその技術が、うん、あのー、追いついてないなっていう自覚があって、うん うん、それでまあ雅に改名してからは、うん、そういうあの娯楽映画を作る技術的なこともね補填していきたいっていう、うん、そういう思いは強かったんですよね。うんうん、でまたねまあやりたいんですけど結局お金かかる映画っていうのはね、うん、いろんな。うん うん、自分の思いだけではできないので、うんうん、できることを少しずつやっていくしかないですかね。うん、山田達夫さんとの思い出もぜひお願いします。うん、山田さん、やっぱ素晴らしい人でしたね。うん、なんか、うん。うん 声がとにかかく素晴らしかったですよねいやーなんかあの瞬発力って言いますかね、うん、あの演技感というか、うん、うんものすごいこの、うん、反射神経というのかね、うん、でその役に対する情熱とか根っ、うん、からのやっぱり役者っていうかそれもこう野生の、うん うん、その、まだその匂いというかね、そういうのがたまんなかったですね。うん、最初に見た瞬間にもうん、すごいな、この人って思いましたね。亡くなるぐらいまであのチンピラっぽい匂いがちゃんと出てましたからね。<laughs> う,んうん。まあ、いろんな本当役がやれると思うんですけど、う,んうん、うん。残念ですね、あの私、私残念です。うん、あのー、いろいろね。 自分がまあちょっとやっぱり若かったんでこう、うん、俳優さんのいろんな側面をこう、うん、すごく色づけしてあの、うん、豊かにこう表現し一緒にできるっていうその技がね、うん、一曲だったんでそれもう今までやってきた俳優さんたちみんなそうですけども。 まあ2回3回とやれればねまた違うこともできたと思うんですけど達雄、うん、さんに関してはやっぱまあお互いにその主役というかへ、うん、変な役をやらせられないっていう達雄、うん、さんにね、うん、で彼の方も私の世の中ではやっぱその変な役をやりたくないっていう思いがあったと思うんで、うんうん、そこでちょっとやっぱりお互いに突っ張った部分があると思うんですよね。 ちょっとハードルが上がりすぎちゃってた感じありますね。お、うん、互いにね。で、うん、意外とあの意外とっていうか、うん、あのタツオさんすごく、うん、まあそういうああいう風で、うん、例えばあのキューブリックの映画とか、うんうん、すごいあの鋭い感性どんなこう、うん、ものの見方できる方なんですよね、うん、幅広い方で、うん、だから。 あの私の映画の本質なんかも非常にあの理解してくれたと思うんですよね。うん。うん。だからまあ、あの別の展開がね、うん、あったと思うんですけど、まあ、サンダーロードっていうのは非常にやっぱり大きかったんで、2人、うん、にとっては。その、やるからには、まあ、なんかあれ以上のもの、あるいは違う展開でやってもらわないと、うん、まあお互いに、やはり、こう、 気が済まないっていうか、うん、うん、申し訳ないっていう気持ちが、ちょっと働きすぎたかもしれないですね。うん、はい。うん、えー、長谷川和彦監督がいまだに次回作を取れないことをどう思われますか残念ですね。うん。も、うん、のすごい才能ある方だと思いますけどね。うん。まあ、作品はみんな好きなはずですからね。あのー、まあ、自分も大変なんで、うん。 もう全員大変だと思うんですよね、うんあの。大変じゃない監督いないと思うんで、と、うん、っても地獄、取らぬも地獄っていうか、取、うん、らないのもまた表現だっていうふうに思うので、うん、まあ納得いかないことはないっていう。うん、あの今村昌平監督のお弟子さんですからね、うん、日本映画の黄金時代の直径ですから、やっぱり、 うん、下手なことはできないっていう、すごい強い思いが、うん、あのられると思いますね。でも、時間空けば空くほどやりづらくなるじゃないですか、絶対。石井監督もそういうとこなかったですかそうですね。あのうん、最初はね、我慢してましたけど、最初の1 0年とかは。だんだんと。うーん、うん 私は取らないと、少なくとも取れると思わないと何かこう、うん、毎日どうやって生きていったらいいんだろうっていう,うに思うタイプなんで、うん、ただ私はあのゼロから始めてるじゃないですか。はいはい、全くのゼロから始めてるんで、うん、その。こん この、まあ、2000年ぐらいが始まったデジタルの大発達でね、うん、アマチュアとプロの,その機材の、それ、うんうん、がなくなってることとかで、うん、まあ勇気はもらってるんですよね。あ<ー>作る、作らないは自分の問題であって、うん、まあもちろん優秀なスタッフ、優秀な俳優さんがいないと、BTK、うん、ができないんですけども、うん、あ少なくとも、あのー、できるっていう。うん それはまあ8水から始めたっていう、本当にゼロから始めたんで、うん、あのまあ今もそうなんですけど、うん、原点としての映画っていうのがあるんで、うん、それはあの心の支えになってますよね、うんうん。で、商業映画的にやはりこの全部が揃ってないとできないっていう監督さんもいると思うんで、うん それはやっぱり大変だと思いますね。うん、ジンさんのバトルスーツや爆裂のスーパーパリスが大好きです。デザインの発想のきっかけが知りたいです。もあのー、泉谷秀樹さんがすべていろんなデザインを書いてくれて、うん、ああ。でそれをあのー、今も日本を代表する特撮監督になりましたけども、野、うん、上克郎さんっていう。うん。 人が、うんまあ、パンク侍の,、うん、あの特撮もやってくれた人ですけど、うん、彼が、あのー、具現化していくっていう、まあ、それプラス、うん、やっぱり美術の監督になって林田君っていう当時は芸大生だったのかな、うん、芸大の学生さんで、うん、そういうチームが、うん、どうやったらこの うまくやっていけるかっていうか、お金かけないで、うんうん、そういうのをこうアイデア出しながらやったっていう、うん、基本的なことですよ。う,ん、うん。何から逆に発想できるっていうのもあるかもしれないですよね。うん、波越徳次郎さんの印象を越さんも素晴らしい人でしたね。面白かったですうん、うん あの本質を理解されてましたね。<ー>この映画はなんだっていう、あの、うん、マスタブシアツですけど。うん。うん。やっぱゴッドハンド、うん、この、親指が曲がってて、うん。あの、一種のやっぱ超人ですよね。うん。あれはちょっとマスオヤマ的なイメージでやりたかったとかあるんですかマスオヤマってのはオヤママスタですかそう、はいはい。 いやそうではなくて、やっぱり、浪越こし徳次郎さんそのものっていますかね。あの、浪越こし徳次郎さん、リスペクトうんですよね。あの、視圧っていうのを開発したっていうか、作り上げたのは彼なんで。 福岡出身のバンドとの交流関係を知りたいフルノイズとかとはつながりあるのかなフルノイズは直接はお会いしたことないんですけど、うん、あのー、その慎太郎くんとか音、うん、のマネージャーとか、うん、私たちが田村、あのー、してたノミヤのマスターが、うん、そこ応援してて、うん、フルノイズのカセットとかかけてて、うん、それを買ったりしてましたうん。<ー> なんで、ちょうどまあ、あのー、もう東京に行っちゃったんで、私。うん、彼らがフルで活動してた時には、うん、生では見てないですね。でその、店に帰るたびに、うん、そこで聞かせてもらってましたけどね。うん、サンハウスとかは見てたんですよね。サンハウスは見てましたね。サンハウスは衝撃的でしたね。うん。っめっちゃかっこよくて。うん。で、当時、私が、中3ぐらいかな。うん。なんか あ、高市か。あの、うん、博多って割とね、あのマッチョな町なんで、うん、そこでもう、金髪のラメの,、うん、あの服で、うん、ハイヒールみたいなのを履いて、か、うん、歩してましたから、なんだっていう、ものすごいインパクトでしたね。うん、私が、あの、バイトで、高校1年の時に、バイトで、 あのうどん屋さんの配達してたんですけど、うん、そこの息子さんが、うん、あの川島さんだったかな確か、うん、あのドラマーでサンハウスの、うん、なんかそういうこともありましたね、うん、あの人だっていう <laughs>、うん、いやその時代に見れてるのはうらやましいですよ、うん、いやもうロックといったらサンハウスって あとはフォークの方がねですね昭和あたりのねシーンが非常に盛んでしたんでで明太ロックブームみたいなものになりっていうそうですねやっぱあのこう気質というかあのルスサーズは北九州ですけども うん、私は博多の下町の方だったんで、うん、なんかあのグレーなこうノイジーなちょっと感じって、ブルースな感じっていうのが、うん、どっちかとやっぱりぴったし、ルースターズの音には来てましたね。うんうん、なんかあの衝撃的でしたね、あのファースト聞いた時とかわ、うんうん、か。ります、うん、泉谷さんが、バーストシティの主役はザ・スターリンの方が良かったんじゃないかと、ドッキオンで発言して、論争になりましたね。 そうでしたか。そうでしたか。<laughs> <laughs> ういや、まあ、あれはああいうことだったと思いますけどね、うん、当時は。うん、やっぱりあの、バトルロッカーズがいて、マップスターリンがいるっていう。うん、であの、フリークス軍団がいて、うん、っていうのが、うんあの、いいと思います。半分人間はノイバウテン側からのオファーだったんですか そうですへ<ー>あのベルリンの映画祭に<ー>あの逆に者家族が初めて海外で招待されて<ー>で行ったんですけど<ー>、まあ、本当にびっくりしたんですけど非常に評判になって<ー>その時にあのブリクサーたちも見に来てくれてて<ー>でその上映が終わった後に<ー>来てくれて。 来月かな,なか ?3 月、うん、その時1月か2月だったんで、うんあの、日本に行ってライブやって、ライブフィルムも撮ることになってるから、うん、なんか一緒にやんないかみたいなって言われて、へ<ー>ノイバーテンの歌知ってましたんで、うんもう、もう喜んでっていう、すごい嬉しかったですよ。うん、そうか、サンダーロードバーストシティとかの流れじゃなくそっちだったんですね。そっちです。<laughs> うん、逆に、社家族を見てのオファー。そうなんですよ、本当に。ベ<ー>ル,ルリンで。 うん、ロンドンで見たザ・フォールが印象的だとおっしゃってましたが覚えてますか覚えてます。印象的です、本当に。<ー>やっぱ僕らは日本の捉え方と全然やっぱ違うっていうかね、うん、あのフォールってバンドとか知らなかったんで、うん、めちゃくちゃ人気あったんですよ。あ<ー>で、普段着みたいな格好で。うん 髪もあのパンクじゃないし、うん、だけど演奏はものすごいパンクで勢いがあって、うん、こう大学の体育館みたいなところで、うん、こうみんながうねってて、うん、かっこよかったですね、うん、あのクラブシーンとかもあったちょっと僕らは知ってるそのロンドンの,このいわゆるビジネスシーンとは違うものがやっぱ確かにそこにあって、うん、自分たちが支持してるものがあの、うん 信じてるものだっていう、その精神がやっぱすごくかっこいいっていうか。うん、あと、そのパンクスとかが驚いたのは、地下鉄とか乗ってると、ツンツンのこの、もう光のパンクが、おばあさんとかいたらこうちゃんとこうサポートしてあげたりとか、へ<ー>そういうのもめっちゃかっこいいなと思いましたね。うんえー 大津健二さんは映画票の最新号で、狂いだけオールタイムベスト1位にしてました。あすごいですね。僕もでもオールタイムベスト普通にベスト点には入ってますよ。もちろん。気泡で書きました。一回。ありがとうございます。ええ、うん。検、う、証、ん、やオーケンさんの思い出はありますか。あ、あのー、撮らせてもらいましたね。うん。あのー、プロモーションビデオ。うん。なんか。メンバーにすごく気を使ってありましたね。大変なんだなと思いました。うん。うん。うん 今、大学で映画を教えてるんですよね、石井さんの若い頃のようなパンク精神あふれる学生はいますかうん、いや、私、定年なんですよね。あらしいですね。ちょっとあの、うん、残ってお手伝いもしますけど、うん、やっぱ全然時代が違いますから。うん、あのー 映画に対する考え方も違うと思うし、ただ、あの大切なことはね、うん、変わってないと思うんですよ。うん表,まあ、表現者というか、何があのクリエイターにとって大事なのかっていうようなこととかは、うん、か自分にとってあの伝えられることと大事なことっていうのは、うん、まああの伝えていければと思ってますけど、うんうん やっぱ全く時代も違うのでうん、なかなかそれは役に立っているかどうか全然わかんないです。映画界でのセクハラ・パワハラ問題についてはどのように思ってますかう,ん、うん、きついですね。例えば監督は、 自分が知らない間に、権力というか、うんあの、持つ人間だと思うんで、うんまあ、対等だと思っても、やはり、それは、うん、あの人間として気をつけなきゃいけないっていうか、絶対にあっちゃいけないことだと思うし、うん,うんと、どうしていったらいいのか。まあ、自分一人一人人がとにかく、うんうん 変わっていくしかないっていうふうに思いますけど、うん、私もずっとそれは戒めてますね。うん。うん、バチラスアーミープロジェクトについて。ついて。ええ。<laughs> 聞きたいとのことです。うん。あ,あのー、爆絶阻止をやった後に、私もええ。 スターリンとか、ロッカーズとか、うんうん、あロッカーズじごめんなさい、まああの、ルスターズとか、あと、そういう方たちと一緒にいろいろやったりしたんで、うん、また音楽どうしてもやりたくなっちゃって、うん、それで、つい調子に乗って始めちゃったんですよね。うん、かっこよかったですよ。いやー、やっぱり、うん、やっぱつくづく自分には才能がないっていう、音楽のね、<laughs> <Yeah. S 2> 全くリズム感もないし、<Yeah. S 2> 声も出ないし、ちょ <Yeah. S 2> っとやっぱり、そ、ま、う、あ、くすぶってた思いがあったんで <Yeah. S 2> その、音楽のスピード感っていうかね、<Yeah. S 2> で自分でライブもやってみて、あとその <Yeah. S 2> アルバムも作ってみて、<Yeah. S 2> いろいろそ,のそれをものすごく役に立ったし、 うん、アルバムの作り方とか、うん、の音楽の,そのライブっていうことを、まあ、実際に体験してみて、うん、で、やはりやっぱ私は映画をきちっとやろうっていう、吹<ー>っ切れたので、こっちじゃないなっていう。<laughs> こっちじゃないっていうよりも、切り離して考えられないと思うんですけど、うん。うーん 何ていうのかな私は映画っていうのは非常に音楽に近い表現だとも思ってるんで、うん、その一方的に時間が流れるっていうこととか、うん、とっても全体的なリズムが大事だとか、うん、目に見えない構成といいますかねそういう音楽に近しい表現だとも思ってるんで、うん、まあそういう意味ではあの 音楽をつけるつけないとかじゃなくて例えば全く音楽ないとしても音楽に近い表現だなっていうふうに思うんでそういう意味でその例えばバンドっていう形式じゃなくてもライブっていう形式じゃなくてもあの音楽が持ってる力っていうか表現の力を映画にあの取り入れるっていうかそういうのは可能だし大事だって言いますかね。 特に、まあ、リズムに興味ありますね。ビートって言いますかね。町田町蔵さんに関して教えてください町田君素晴らしいですね。最高面白いです。出会いはきちがい弟としてで。うん、そうですね、あのー、誰にやってもらおうかって、やっぱり犬、うん、町田君ってものすごい。 衝撃だったので、うん、飯食わせろ、うん、でライブも見てすごいなと思ったので、うん、出てくんないかってお願いして、うんうん、まさかね、うん、文学者になるとはっていうか、うん、まあすごい言葉の才能がねめちゃくちゃあったし、うん、あのー、冷静に考えたら、まあ、あの当然だとは思うんですけど、うん 当時やっぱりあの、なんていうのか、彼の表現っていうのは、うん、その音楽プラス歌詞プラスパフォーマンス、うん、ライブが最強だったので、うん、それは文字だけで果たしてあの面白いんだろうかと思ったんですけど、うん、まあ全然そんなね、あのそれはあの素人の考えで、うん、文学もとてもやっぱ面白い。 うん。そしてまさか再開して再び仕事することになるとはという。でもあの原作本で、ね、すごく、うん、あの気になってる本は何本もやっぱりありましたから、うんうん、それこそ,その表面的な物語とかテーマとかじゃなくてあるこう表現したいもののコアみたいなことで相通じるものはあるので。うんうん あのー、機会があればね、ぜひや,やりたいと思ってましたんで、パ、うんうん、ンクナムライ切られたそも出た当時から、うん、映画化したいけどこれ無理だろうなって思ってましたから、うんうん。本当にやりたいことはいろいろあっても、なかなか実現が難しいわけですね。もうそ,のそればっかりですね。うん あの脚本までできてっていう、うん、うん、やっぱできないっていうことの繰り返しですよね、うん。ちょっとずつ企画の通し方とかを学んできたんですかいやそれは今、いわゆる求められてるものっていうのは当然あるんで、その中にはまってれば、企画、うん、は通りやすいと思いますけど。 うん,うん、まあ、こちらも自分がその信じてる世界とたくさんの人が見たいと思ってくれてる世界が一致するのがね一番幸せなことだと思うんで、うん、そ探りたいなと思いますけど、うん、まあできることとできないこともありますし本当大変な仕事だと思いますよ。 やっぱり動くお金のレベルとか、関わる人のレベルが違うから、うんうん、僕,僕とかの仕事とはやっぱりもう全然違うなっていう。うん、そうですかね、うん。企画が流れるとかそんなないですからね。うん、<ー>うんん 足にガムテープ巻いて黒く塗ってブーツに見せたエピソード、最高です。そうなんですよ。あの、<laughs> あと、プラモデルの破片を額にくっつけてるっていうのもありますけど、ねうん <laughs> うん。いかにお金をかけず、それっぽく見せるか。うん、それを学びましたね、あの、ニ、うん、さんに。センスの問題だっていうのは。若き日の浅野敦子さんはどんな印象でした き綺麗かったですね。<laughs> 眩しくて見えなかったですね。女性と話すことができなかったんで、私。そん,なそんな時期だったんですかいや、こういうのをとかね。うんうん、で眩しいけど、話さないと、ね、しょうがないっていうか、うん、でやっぱりこう鍛えたっていうか、うん、いや、すごかったですね。 ねえそれを脱ぐ。それを脱がすんだからって言われてますけど。すみません、脱が <laughs> に書いてあったって、はい、うん。クラウドファンディングが資金集めのトレンドの一つになってますねで、まあそういう時代ですね、うんうん。最近の映画界をどう見てますかっていうのもありましたけど。うーん 世の中で起こってることは全て無視はできないですよね。うん、あの海の向こうで戦争が始まってるのも今、リアルタイムで全部分かるわけですから、無関係だって言えないですよね。だからといって自分が何をできるってことは、ね、分からないですけど、うん、全てやっぱりちゃんとし把握しておくっていうこととか。うん せめて自分はこういうふうに自分を変えていかなきゃっていう、うん、このことに気をつけて変えていかなきゃっていう、うん、それだけですよね自分を変えていかなきゃって意志は相当強いですね、話を聞いてると。やっぱりその、うんうん、自分でこう、改善してると思っても、うん 結局その根深いことがあると思うんですよね。でそれを見つめてあの監視してないと、理性を失う、うん、すごく忙しいとか、うんまあ、お酒が入ってしまったとか、うん、そういう時きに、あのーうん、そういう本能のマグマみたいなのが、うん、やっぱり暴れるとやっぱ良くないと思いますので,、うん、で、それを私はどうやって、まあ、あのクリエイト、うん に持っていくかっていう、うん、あのー、ということだと思うんですよね。うん、で、そのために私は、うん、あの役割を与えられているっていうか、うん、あのー、まあ、偉そうに監督とかをやらせていただけてると思うので。そこはまあ、ロック精神というか。うん、うん、非常に、うん、あのー、どうやったら？ こうカオスの世の中の中で、うんあのー、見た人にこう少しでもなんか勇気与えられるような映画がねい、うん、るのかっていうそのために努力,努力をしないとあのなんいうのコンプレックスが強いだけに 褒められたりすると、ちょっと舞い上がっちゃったりすね。調子に乗っちゃう、うん。すぐ調子に乗っちゃうんでね。<laughs> うん、褒められたら嬉しいじゃないですか。褒めますよ、そりゃ。<laughs> そのことをやっぱり、常に戒めてないと、うんあのー、ダメだっていうことですね。コロナの件で、やはりすごく、うん、まあその前からなんですけど、うん、いろいろ。 やはりこの閉じこもって考える時間が長かったので、うん、あのずっとま考えて、うん、まあそれをどうやったらプラス方向の表現に持っていけるかっていうことですね。そういうわけで、そろそろ告知の時間なんですけれども、何かありますか、告知関係は。 私ですかやっぱりまずは本ですか、このあ。そうですね、これ、まあ、よろしかったら、え,ー、えっと、ちょっとお高いんですけど、あ,、うん、あの、うん。ああ,あの、よく見え、はい、あまあ、もし必要とされる方があったら、お役、うん、に立ってればと思いますし、はい、今、あの、大学で、うん、あの、学生と教員とで、あのうん まあ、本当に仲間だけであの、ねうん、出演とスタッフを兼ねた劇映画を作ってまして、うん、ものすごい長いんですけど 2>,、うん、2時間45分あるかな。<う>だけどロックな映画っていうかそういう、うん、自分を変えながらもいわゆる前向きにいくっていう、うん、ことテーマでした。うん を作ってますんで、それが夏以降だと思いますけど、うん、公開になるんで、うん、その時は、もしよろしかったらぜひ、見てください。コメントで、監督のことをすごい怖い人だと勝手に思っていたのが、今日の放送で優しそうな感じがして驚いただそうです。すみません、うん、もうへっぽこ、<laughs> へっぽこな監督で。<laughs> どうしてもやっぱりああいうイメージが強いんですからね。 なんかデストロイの人だと思われちゃったりする。うん。デストロイってか、まあ、常に再生ってことは考えてたんですけどね。うん、再生。再び生きるっていう。うん、何か,か。でもうん、うん、中かカオスだっていうのをね、見せて分かってるんで、うん、でも、そのじゃあどうしたらいいんだっていうことうんですよね。うんうん、まあね。 調子乗るかもしれないですけど、今後も皆さんで褒めていきたいと思いますよ。いや、調子乗っちゃいけないと思いますけど、本から、なんかだめだめな自分はね、ちょっと,ょっと今しめて、えーうん、変えていかなきゃっていう、もう、何にも偉くないって思います。でも、素晴らしい監督なのは間違いないと思うので、これからもよろしくお願いします。<laughs> 本日はどうもありがとうございました。 次回は3月2日火曜日20時からでゲストは北野く君です。はい、どうもありがとうございました。